コンピューターさん、日本代表がアジア杯を優勝する確率を予想する。1月12日から2月10日までアジアカップが開催される。それを前に、サッカーのデータ分析を手掛けるオクタが、スーパーコンピューターを使い、各国が優勝する確率を算出した。24.6% の確率で日本代表が優勝すると予想し、今年は日本が優勝チームだ。スーパーコンピューターは 24.6% の優勝確率を示し、1万回のシミュレーションのうち半数以上で準決勝に進出していると報じた。なお、2位は韓国代表の 14.8%、3位はイラン代表の 11.2%、4位はオーストラリア代表の 10.7%、5位はサウジアラビア代表の 10.6% という並びになっている。あんまり持ち上げすぎない方がいい。本番でこけそうだし、優勝はもちろん内容にもこだわってほしい。無失点で完全優勝だ。かなりいい予想だと思う。数字的には微妙だと感じる人もいると思うけど、実際に優勝できる可能性はこんなもん。前回大会も準決勝でイランを激闘の末3対0で破って優勝するかと思ったが決勝でカタールに負けたからな。圧勝して当たり前、優勝して当たり前みたいな雰囲気あるけど、そんなに簡単じゃないってことは頭に置いといてもらいたいね。相手はジャイキリ狙って研究してくるだろうから嫌な怖さはあるよね。アジア杯は勝って当たり前ではない。勝ったら当たり前だろでなく、欧州のファンのように喜ぼうな。